画面全体に鬱蒼と描き込まれた亜熱帯の植物。青々とした桑水芋の葉は背景の空を遮るように広がっています。桑水芋と蘇鉄、奄美での一村芸術の集大成と言われています。墓陰に臨む立ち神の姿、奄美では神宿る岩と言われ、聖なる力の象徴とされます。イッソンはこの絵に現実にはありえない状況を描いています。桑水芋の実ができてから朽ちるまでの段階を時間を追って描き込んでいるのです。花芽が生まれ赤く結実した実はやがて朽ちていきます。本来この様子を同時に見ることはできません。さらに両端に開花した状態で描かれた蘇鉄の雄花と雌花、しかし現実には一緒に開花することはありません。イッソンはこの作品で何を表現しようとしたのでしょうか。そのヒントとなるものがありました。イッソンは描くとき、よく写真を使っていました。中でも目を引くのが、蘇鉄が育つ経過を写した14枚の写真です。受粉した蘇鉄に雌花が現れ、次第に大きくなります。そして数ヶ月後、朽ちて種が生まれます。その中にイッソンが残した不思議な一枚の写真があります。雌花に重なるように写っているのは蘇鉄の雄花です。現実にはありえない光景を写真の中で表しました。実際雄花と雌花の開花には半年の隔たりがあります。まず雄花を撮ったイッソンはフィルムをカメラから出さずに数ヶ月後雌花を撮影したと考えられます。イッソンは雄花と雌花を一枚の中に封じ込めることで命の誕生を象徴的に表そうとしたのではないかと考えられています。桑水芋と蘇鉄、この絵でイッソンは奄美の風景の中で繰り返される生と死、命の循環を描き込もうとしたのです。生まれ育った奄美を拠点に活動する写真家濱田耕作さん。幻想的な奄美の風景を作品にし世界に発信しています。初めてイッソンの絵を見た時の衝撃は今も忘れられません。怖かったですね、とにかく怖かった。もうっていう感じで、で鳥肌が立って怖い。あの絵はですね、その集落の人々がとてもこう大事にしている、まあ、怖い場所、つまり集落の聖地なんですね。で、イッソンさんはそのポジションから外を見て描いてる。まずイッソンさんが座って描いてる場所が聖地、その聖地から見た風景だから怖い。
島の人々の多くがね、あの絵はものすごく怖いっていう印象を持つんじゃないかと思うんですね。奄美には今も土着の信仰が色濃く残っています。各集落には祭祀を行う場所があり、人々の暮らしは信仰と密接に関わりながら営まれています。イッソンはそんな人々に日々接しながら暮らしていました。スケッチブックにはそうした島の人々の姿が描かれています。イッソンは島の暮らしや信仰に触れ、目では見えない島の精神をも描き込もうとしていました。やってきたのは島北部のヤーヤー遺跡です。集落の人たちが昔から聖地と呼んできた場所です。奄美にはこのような場所がいくつもあって、イッソンも何度も足を運んだといいます。ここが、まあ、僕たちの言ってる聖地、集落の人たち、ここの場所はとても怖い場所というふうに思っています。まあ、ご覧の通りすごくガジュマルもある、それから洞窟もある、そしてあそこちょっとご覧になれば分かるんですけど、もう昔の風葬跡ですね、砂が持ってるところです。イソンさんが座っている場所っていうのがここではなくて、あっちから向こう、こっちを見てる、向こうから今僕立っている僕たち側を見てるということだと思います。聖地の中へ降りていきます。今は遺跡として残されていますが、集落の人にとっては先祖の眠る大切な場所です。島の人々の一番こう大事にしているものというのは何だろうということをやっぱ考えていたんじゃないでしょうかね。それは心の部分ですから、心の拠り所ってどうだろうということを、どこかということを磯野さんなりにやっぱ探求なさったんじゃないでしょうかね。そして聖地にたどり着いて、で今度はそこに自分がこう身を置いたときに、これはまたそのなんて言いますか、ただの場所じゃないということが磯野さんの感性でもうビンビン多分体中にこう響いたと思うんですね。でそれを書くと、浜田さんはイッソンが絵を描いていたと思われる視点で写真を撮りました。浜田さんの撮った写真です。奄美に渡ったイッソンはここで暮らす人たちの信仰に触れ、その精神を絵に込めようとしました。そして聖地からの目線にたどり着き、作品を仕上げたのです。イッソンは知人への手紙にこう記しています。これは1枚100万円でも売れません。これは私の命を削った絵で、閻魔大王への土産品なのでございますから。いやー、その不喰芋と蘇鉄を見てるとですね、やっぱこう聖域から見てる、つまり神が宿ってるところからこう見えてくるわけですよね。そうするとただ単にこう華麗とかそのデザイン性に飛んでるっていうのって、深いこうちょっと宗教性までこう感じるような、そういうなんか深さを感じましたね。はい。
私もイッソンへ の, あの最初の親しみは、うん、その絵画的な見方で、はい、あの形態とか色彩とか、うん、あ構成とか、はい、そういうこと の, あの巧みさにあの惹かれたんですけれども、はい、あの最近奄美大島へあの招かれて、ああの島の自然風土に接しました、ええ何かあの神とか精霊とかが非常に近しい、うん、こう空気を感じたんですね。でそういう中で磯さんが暮らしていたあのアリア の, あの住宅っていうのはそのすぐ道を隔ててすぐさあの前があの、はい、いわゆるあの祭祀を営む、ね、あの聖地なんですね。ですからあの島の人と接する中で、うん、あのまあ現象的といいますか、うん、根源的といいますか、うん、そういう宗教的な感情性の哲学、ね、そういうものにあの深刻にやはり、共鳴したんじゃないかと思うんですけどね、うん、なんか本当に恐ろしいですよね、じっと見てると、ね、怖いというふうに浜田さんの表現がねなんかこう生が死、死が生にこうつながるような、決して生と死がこう分断されてるのではなくて、はい、でその島の中でのこう生命のこう、まあ、誕生とそれから死滅とでそれがまた生命の循環していくようなんですね。人間の4つの苦しみによく生老病死と、うん、あいうことを言いますが、それがあの画面の中に、うんあのこう埋め込まれていて、うん、しかもあの島の方に聞いたんですが、あの下の画面の下の方にある浜名田豆という、はい、あるいは花が咲き実がなってるんですけど、うん、あれは子孫繁栄のシンボルだそうですね。その食わず芋で生のこう営みのもう始まりから終わりまで、うん、そして子孫へつながっていく、うん、その向こうには神の在りかである立ち神という岩山があるという、うん、あの私最初そういうことは全くあの理解できなかったんですが、うん、あのしみじみ、これは深く思い絵なんだなということ。いや、あの絵を拝見してますとね、あの本当に花やこの葉っぱがこう生きててるというか、こう人格というんですかね、何かそういうものを持って妖艶さもある、何か怪しいものもありながら、なんかこう生命エロティシズムのようなものもありますね。そういうものを感じ取ったんですけど、不前さんはこの奄美作品はどんなふうに、あの千葉時代と全く違う絵になりましたよね。だから今まできっと自分で秘めてたものかもしれないんですけれども、うん、奄美に行って、うん、あの新しい家を作り出したんじゃないんでしょうか。なんかやっぱりこうただ華麗であるとか、うん、装飾性に富んでるとかっていうんじゃなくて、深い深い何かこう精神性が宿ってますよね。そういうこう深さ、あの根源的な問いかけのようなものが、うん、あの世代を超えて人々に、うん、あの訴えかける力を持ったんだという気がしますですね。今度の展覧会でもあの世代を超えてまして、うん、あの若い方もかなり、うん、あの熱心に通ってくれてまして、うん、今確かにこの社会がこう生きることに、まあ、ある種こう萎えてる部分がありますよね、はい、でそういう中でこの絵と出会った時に、なんかこう生命の何かをこう感じていくものがやっぱありますね、うん、はい、強い方ですね、あのやっぱり挫折というのは、うん、それで終わってしまう人と、うんうん、奮い立つ人と、うん、この後者の、志をこう貫いて、うん、自分の世界を最終的に確立 させた、うん、そういうあのやはり一村の生き方への共感っていうのは、うん、もう一つ最初にあった伝説的な画家像と、うん、をやはり失いきれないものがあるような気がしますですね、うんうんうん、まあ